こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。今回は4つの新築外構デザインのそのおしゃれさの秘訣を解説したいと思います。ガーデンプラスのたくさんの施工事例の中でもモノトーンを基調としたデザインって長年人気なんです。とはいえ、ただ白と黒の色合いを組み合わせただけじゃシンプルすぎて単調なイメージになります。つまりモノトーン外構をデザインするにはおしゃれに見せるための秘訣があるんです。ということで今回はモノトーンを基調とした新築外構工事の施工事例をお見せしながら、その飽きのこないおしゃれなデザインの秘訣を解説しちゃいます。それぞれの施工事例の詳細は概要欄のリンクからも確認いただけるので、気になる人はぜひ見てみてください。それでは早速1つ目の施工事例をご紹介します。ラグジュアリーな大人の空間を生み出す新築外構、建物の黒に合わせて外構もグレーをベースにまとめています。このおしゃれさの秘訣はタイル門柱と目隠しフェンス。門柱に使用したのはメタリックな輝きやサビの風合いが特徴のリビエラのワークショップというタイル。シンプルな無地の黒一色のタイルではなくてメタル調のデザインっていうのが個性的でおしゃれなんです。少しインダストリアルな雰囲気を持つこのタイルが存在感抜群の門柱にしてくれます。階段はコンクリート平板で浮遊感のあるデザインにして、洗練された大人の空間を作り上げています。階段に使用した平板は東洋工業のダルストーンペイブ。この辺とかサビっぽい色味があるの分かりますかね。門柱のタイルと同様にちょっとサビっぽい風合いがあるというか、ヴィンテージ感のある商品を選んで深みのある上質感を目指しました。お庭の方はお子様やワンちゃんがのびのび遊べるように目隠しフェンスを設置しています。フェンスはこの色味がポイントです。建物の玄関ドアとか木目が使われているので木目調のアイテムを入れて一体感を出したいところなんですが、モノトーンのかっこいい雰囲気も残したい。そこで明るい木目ではなくて古木みたいな少しくすんだアッシュカラーの木目調フェンスを選びました。モダンなかっこよさがお好きな方はメタル調のタイルやアッシュ系の木目調フェンス、ぜひ取り入れてみてください。2つ目の施工事例はモノトーンと直線がスタイリッシュにお住まいを引き立てる新築外構。同じモノトーンを基調としたデザインですが、先ほどよりも明るい印象のナチュラルモダンスタイルです。おしゃれさの秘訣は2つ、玄関アプローチと目隠しフェンスです。この特徴的な玄関アプローチは細長いインターロッキングブロックを2色使ってデザインしています。インターロッキング舗装は透水性がある舗装方法なので、雨の日も水たまりになりにくく、玄関アプローチにおすすめの素材です。よく見るのは歩道や公園で使われているこういう長方形のデザインなんですが、今回はもっとスリムでシャープな東洋工業のプラーガボーダーという商品を使いました。実はこの細長い形、建物外壁のタイルとリンクさせているんです。建物と外構のデザインに共通点があることで一体感が生まれます。そして明るいグレーとブラックをランダムに組み合わせてシャープなかっこよさの中に遊び心を感じる門周りに仕上げています。おしゃれさの秘訣2つ目の目隠しフェンスはエコモックフェンス。リビングの窓から気軽にお庭に出られるようにウッドデッキを設置したので、しっかり目線を遮れる高さのフェンスにして、家族で人目を気にせず過ごせるプライベート空間を作りました。明るい木目の色味と細いスリットから適度に入る風や光のおかげで、高さはあるものの圧迫感の少ない開放的な印象のお庭です。このフェンスを先ほどみたいな少しダークな色合いにすると、高さがあってフェンスの面積がかなり大きいので全体的に結構クールなイメージになっていたかなと思います。でも今回はお子様がのびのび遊べるような明るいナチュラルテイストのお庭っていうのがご希望だったので、この色味をコーディネートしました。シックな建物を引き立てるという意味でもフェンスの色がコントラストになっていいですよね。3つ目の施工事例はフレームゲートが訪れる人の高揚感を高めるモダンな新築外構工事。手前の道路の生垣、街路樹もデザインとして一緒に考えてご提案した周囲の景観に調和するナチュラルモダンスタイルです。おしゃれさの秘訣は木目調の2つのエクステリア。このうちは前に歩道があります。歩道と建物、特に正面の窓との距離が近いので、しっかり塀で目隠ししてプライベート空間を確保したいところですが、長い塀で全部囲ってしまうとリビングの開放感が損なわれてしまいます。そこで塀の一部にスリットフェンスを取り入れて程よい抜け感を演出しました。ホワイトの建物とグレートーンのタイルにスリットフェンスの木目調カラーが入ることで緑いっぱいの街並みとの一体感が生まれます。敷地境界、門柱のところにはフレームエクステリアを設置しました。
フレームは視線を上に誘導してくれるのでスケール感もアップしますし、扉がなくても敷地の境界を示してくれるアイテム、歩道という限られたスペースを開放的に演出するのにぴったりなんです。今回はあえて敷地のラインに揃えてまっすぐではなくて斜めに設置することで奥行き感も演出しています。さらに斜めになっていることでフレームの左側、縦の格子になっている部分が歩行者からの軽い目隠し効果も担っています。外から玄関が見えにくくなるので防犯効果が期待できるっていうおしゃれさと機能性を兼ね備えた門回りです。4つ目の施工事例は開放感と堅牢さを合わせ持つ上品な新築外構。門扉や塀で敷地を囲ったクローズ外構でありながらオープン外構のような明るさと開放感を感じられる外構デザインです。門扉やシャッターでクローズにして防犯性は高めつつ抜け感のある爽やかなファサード、全体的なデザインとしてはホワイトを基調としてますが、門周りの足元にダークトーンのタイルを使用して重厚感をプラスしています。門扉は YKKAP のシャローネ門扉、上質な鋳物デザインの門扉とアプローチのタイルで落ち着きのある高級感を演出しました。アクセントとして空間を引き締める効果もありますが、色を分けたことで門周りスペースと駐車スペースっていうエリアを視覚的にも区切ることができています。そしてこの外構のおしゃれさの秘訣は目隠しフェンスです。今回採用したのはリクシルのフェンス AB YT1 型。お庭の目隠しフェンスをすりガラス調のパネルタイプにすることで明るい開放的なイメージを演出しています。お庭の緑が透けて見えるのも爽やかでおしゃれですよね。しっかり道行く人の視線は遮れますが、光は通すので植物の枯れの心配も少ないです。クローズ外構にしたいけど開放感も欲しい、そんな人はすりガラス調の目隠しフェンスぜひ取り入れてみてください。ということで今回はモノトーンを基調とした新築外構のおしゃれさの秘訣をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。これからの外構計画の参考になれば嬉しいです。他にもこんな施工事例を集めてほしいとか、解説してほしいとか、外構に関する疑問などなどコメント欄で教えていただければ動画にしていきたいと思います。お気軽にコメントくださいね。ガーデンプラスでは外構工事のご相談、お見積もりを無料で受け付けております。気になる方は概要欄のリンクからホームページにアクセスいただきお問い合わせください。このチャンネルでは外構デザインやエクステリアに関する情報を配信しております。この動画が少しでも役に立ちましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画もぜひ見てください。